6月20日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月19日のハイライト。19日日中に、前線では合計39回の、戦闘が発生しています。戦闘回数はウクライナ軍南部地域の攻勢再開により17日より徐々に増えています。天候が悪いので空爆がより困難になっています。ザポリージャの反転攻勢ではウクライナ軍はロシア軍に勝る夜間装備を駆使して夜襲を強化しているようです。詳しくは戦況報告でお伝えします。天候に関する報告。2023年6月19日から20日、南部及び東部、にわか雨。北部及び西部、晴れ時々曇り。最高気温30度。風は可変で、毎秒2から4メートル。水曜日から日曜日、6月21日から25日。東部及び南部、にわか雨、ところにより激しい雨。最高気温30度から34度まで上昇。週の後半はかなり暑くなりそうですので、雨が降っても地面はすぐに乾くかと思われます。ロシア側での爆発、炎上。昨日の動画でお伝えしたロシア軍の弾薬庫があったヘニチェスキー地区、ライコベの町の現在の様子が手に入りました。ストームシャドウで弾薬庫を破壊されたこの町の建物は、弾薬の誘爆もあり、大きな被害を受けています。どれほど凄まじい爆発であったかが想像できます。このライコベの弾薬庫は、クリミア半島から鉄道で輸送された弾薬を、一旦集積する集積地であったようで、かなり大きな規模でした。クリミア半島の付け根部分にある町です。ここからヘルソン方面やザポリージャ方面のロシア軍の弾薬庫に弾薬がさらに送られていたわけです。部隊に送る弾薬庫ではなく、弾薬庫や補給所に弾薬を送る拠点、集積所ですので、規模はかなり大きいです。ここの弾薬は前線の部隊が2、3週間後に必要な弾薬であり、今後ロシア軍にじわじわと影響をもたらすでしょう。ロシア占領下のドネツク州、ボルノバカは19日、ジーマーズに攻撃されました。まだ被害の程度など、詳しい情報はわかりません。モスクワのクズミンキ地区で火災が発生しています。中央機械修理工場の作業場が燃えている模様です。建物は再建中であったと報道されていますので、工事関係者以外は入れなかったようです。この火災はモスクワの地下鉄に近い建設現場で断熱材や発泡スチロールが燃えたと報告されています。先ほどは機械工場の建設現場、先日はモスクワではないですが、軍病院の建設現場が燃えていますし、3週間前にはモスクワで市場の改装工事の現場が燃えています。ロシア国内では建設現場での大規模な火事が相次いで起きていますし、
だいたいヒノキがないところが多いです。誰かが意図を持って行動している気がします。ロシア国内の不満はかなり高まっていると思いますし、ウクライナ軍の工作員が暗躍している可能性もあるでしょう。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数630名、7日間平均610名となっており、7日間の平均が600名を超えました。損害は増えています。地上装備の損失は81台、8600万ドル相当と推定されており、7日間平均の損失台数は64台となっています。装備の損失数は高い数値が続いています。空爆に関する報告。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの10回、対空関連目標1回の計11回実施されました。天候があまり良くないので、出撃回数が減っています。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの2回、対空関連目標4回、倉庫、弾薬庫などで2回、指揮所2回の計10回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピャンスク方面。ウクライナとロシアの様々な情報源によると、クピャンスク付近でロシア軍が攻撃的な行動をとっているとのことです。ロシア軍がクピャンスク郊外に到達したとのロシア側の主張は未確認ですが、ウクライナ軍参謀本部からは撃退の報告が出ていないので、戦闘が継続中か、あるいはロシア側の攻撃が成功している可能性はあります。続報が入り次第にお知らせします。スバトバ方面。ロシア軍はノボセリフスクに対して19日も攻撃を行っていますが、こちらはウクライナ軍から撃退の報告が行われています。クレミンナ方面。ロシア軍はヤンポリフスク、トルスク、ディブロバの西で部隊を進め、ウクライナ軍陣地に攻撃を行っています。すべての方向で攻撃は撃退されていますが、ザポリージャ方面にウクライナ軍がさらに部隊を回せないように予備兵力を釘付けにするために攻撃を繰り返す可能性があります。シベリスク・リシチャンスク方面。ロシア軍は19日もビロホリフカに東側から攻撃を行っていますが、19日の攻撃も失敗に終わっており、撤退しています。ロシア軍は他にも18日同様にスペルネに対して攻撃を行ってきていますが、こちらの攻撃もウクライナ軍によって撃退されています。ロズドリフカ方向のウクライナ軍の反撃については本日情報が入っていません。東部バフムトアルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。ロシア軍は19日もオリホボバシュリフカの方向に攻撃を行っていますが、攻撃は失敗に終わっています。ウクライナ軍はドボボバシュリフカの北側、
ベルキウカ、ヤヒドネ、クリシチウカで反撃を進めており、ウクライナのハンナ・マリャル副国防大臣は、ウクライナ軍は前進を続けていると発表していますが、具体的な内容については触れていません。クリシチウカ付近では、ロシア軍陣地に対する掃討戦が続いています。今ご覧の映像は、ロシア兵がいないか、塹壕を一つ一つ調べるウクライナ兵です。心がすり減る毎日でしょう。本当に大変です。東部ドネツク市方面北側。ロシア軍は、クラスノホリフカからステポベニ、アウディーユカに対しては、東から攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されています。18日は、クラスノホリフカの北で、反撃を行ったウクライナ軍ですが、19日は、反撃に関する情報は入っていません。東部ドネツク市方面南側。ロシア軍はマリンカ、ポビエダ、ノボミハイリフカ、ボハレナラに対して攻撃を行ってきましたが、すべての攻撃は撃退されています。一方のウクライナ軍は、ポビエダで反撃に出ており、ポビエダの北から東を抜けて、南東に進撃しています。現時点で、ウクライナ軍の反撃の結果は不明です。ザポリージャとの州境に近い地域の戦況ですが、ウクライナ軍はノボマイロスク、ノボドネツクの南側で、ロシア軍陣地への攻撃を継続しています。南部ザポリージャ州方面。南部ザポリージャ方面の戦況をご説明する前に、ちょっと言葉を定義しておきたいと思います。ベリカノボシルカからの攻撃軸を、ベリカノボシルカ攻撃軸と、当チャンネルでは呼ばせていただきます。同様に、出撃地点付近の名前を取って、フリアポールからの攻撃軸をフリアポール攻撃軸、オリヒウからの攻撃軸をオリヒウ攻撃軸、そして、カムヤンスクからの攻撃軸をカムヤンスク攻撃軸とします。カムヤンスクからの攻撃軸は、オリヒウ攻撃軸に含まれるという考え方もあるとは思いますが、当チャンネルでは分けて定義させていただきます。今後はこの名前で戦況報告させていただきます。そして、ロシア側の防衛線ですが、1の黄色い線の部分を前哨線、2を第1防衛線、3を第2防衛線とさせていただきます。それでは、ザポリージャ方面の戦況です。ベリカノボシルカ攻撃軸の東軸は、ドネツク南の戦況報告で報告させていただきました。ベリカノボシルカ攻撃軸の中央軸ですが、ウクライナ軍は、ウロジョイナとスタロマイロフスク、リビノピリを攻略中です。ロシア軍も適宜、逆襲を行っているようですが、逆襲は成功していません。リビノピリのロシア軍が撤退したという情報については、まだ確認ができていませんので、戦況図に変更はありません。西軸ではプリュトネ近郊で、戦闘が続いていますが、詳細情報は入っていません。ただし、今日も地雷原を突破するための地雷除去作戦は続いているようです。機械化歩兵が後方で援護しながら地雷除去装置 UR-77 スネークゴリニチが地雷を誘爆させています。フリアポール攻撃軸の戦況です。この攻撃軸については、本日は一切情報が入っておりません。戦況図はそのままとしています。次に、オリヒウ攻撃軸です。
オリヒウ攻撃軸の東軸、東南に進んでいるウクライナ軍部隊は、ノボプロクフカ、ノボカリウカ付近で戦闘を続けています。昨日グレーゾーンとしたノボプロクフカはまだ陥落しておらず、戦闘中の模様で、ウクライナ軍支配地域についても、最新の情報と照合したら、一部修正が必要だったので修正しています。支配地域の修正箇所は、ノボプロクフカの東側です。どうやらノボプロクフカは、突出した状態になってきているようです。この付近で戦闘中と思われる、第47機械化旅団から映像が届いています。オリヒウ攻撃軸の中央軸では、ロボティネ北周辺で戦闘が続いています。それ以上の情報は入っていません。オリヒウ攻撃軸の西軸では、ネステリアンカ付近で戦闘が続いています。今ご覧いただいているのは、オリヒウの南西で作戦行動中の第116機械化旅団からの映像です。トップアタック兵器、おそらくジャベリンが、ロシア軍の BMP 歩兵戦闘車を直撃して、木っ端みじんに破壊しています。そして最後に、カムヤンスク攻撃軸です。昨日ご報告したピアトハーティキーの奪還が、視覚的に確認されています。この奪還作戦で、ウクライナ軍は夜襲を行い、この夜襲が、かなり効果を発揮したという情報があります。ウクライナ軍は、ロシア軍よりはるかに進んだ夜間装備を持っています。ロシア軍も特殊部隊などの精鋭部隊には、相応の夜間装備を与えていますが、一般の部隊には行き渡っていません。車両についても、西側から提供された、比較的新しい車両には、高性能な赤外線暗視装置などが、搭載されており、これもロシア側のものより性能が上です。夜間でも昼間と同じように戦闘が可能です。ウクライナ軍はこのバロはジェレビアンキー、ルホベの方向に向かって進撃しており、ジェレビアンキーでは市街戦が始まっているとの情報です。南部ヘルソン州方面、ウクライナ軍上陸の追加情報は本日も入っておらず、誤報であった可能性が高くなりました。次に注目したい事柄です。チェコディフェンス .cz の記事です。ウクライナ、スロバキア、チェコの国防省は、スウェーデン製 CV90 歩兵戦闘車の調達と運用で協力するための一般的な覚書に署名しました。また、ウクライナはこのような IFV を最大1000台取得することに関心があるとしています。CV90 歩兵戦闘車はスウェーデンが50両を提供する約束をしており、ウクライナ兵の訓練はすでに終了し、6月15日頃に、将兵と共にウクライナに到着しています。40ミリ機関砲を備えた、重火力、重装甲の歩兵戦闘車で、対戦車ミサイルの装備も可能です。米国の M2 ブラッドリーと同じ、運用思想で開発されていますが、M2 より12トンも重いので、防御は M2 以上と推定されています。ただし、搭載できる歩兵は6名であり、M2 の7名に比べ、1名少なくなります。乗員は3名で、これは M2 と同じです。ロシア軍では兵団の悪化が、将兵の健康状態にも悪影響を与えており、兵士からの不満が募っているのか、
いろいろな言い訳を考え始めています。ロシア軍の中では、コレラや赤痢などの危険な感染症が増えており、死者も出ているようです。原因は飲料水です。ロシア軍の兵站が部隊の要求に対応しきれておらず、水不足でロシア兵は水たまりなどの清潔でない水を飲料水としており、感染症にかかっているようです。ロシア国防省は、これら感染症増加の言い訳として、次のような言い訳を始めました。米国が UAV を使って蚊を放ち、敵軍将兵を感染症に刺さることを計画している。感染ベクターを使用する、米国の高い技術的準備は、感染した蚊を空中にばらまくように、設計された無人航空機の特許によって証明されている。その記述によれば、ドローンは昆虫の入った容器を所定の場所に届け、放つ必要がある。蚊に刺されると、マラリアなどの危険な感染症に軍人が感染する可能性がある。これはロシア軍のイホル・キリーロフ中将が記者会見で述べたことで、あたかもロシア軍将兵が感染しているのはアメリカ軍のせいだと言わんばかりの突然の発表を行っています。誰も信じないと思いますが、こういうことを堂々と発表できる神経は、やはり専制政治の国の特徴でしょう。英国とドイツから情報が入っています。英国外務省は、ロシア連邦がウクライナに賠償金を支払うまで、対ロシア制裁を解除しないと断言しました。これはかなり踏み込んだ決断で、撤退するだけでは許さないと、はっきり宣言したことになります。英国としてはこの際、ロシア連邦を解体して、連邦内の国々が個々の完全に独立した国家になるように仕向けて、憂いをなくそうとしているのでしょう。ロシア連邦という国家共同体には、旧ソ連の亡霊が取り付いていると発言した外交専門家もいるようですし、ロシア連邦を解体するのが最終目的な気がします。また、ドイツ国防省の報告書では、ウクライナの破壊工作員がロシア軍の後方で作戦を成功させていると報告しています。これは、ドイツのビルト氏がドイツ政府の内部文書を手に入れて公表したようです。ドローン攻撃や新ウクライナ派とはまた違う部隊がロシア国内に浸透して工作を続けているということのようです。陸続きですし、長大な国境線を完全に守りきれないでしょうから、双方とも工作部隊は入れていると思います。もしかしたらドローンはダミーである可能性もあります。ドローンを飛ばして地元民に目撃させて、実際は破壊工作員が破壊しているというパターンです。これによって破壊工作員の存在を隠蔽することができます。ちょっと気になるニュースです。これはウクライナ側がロシアに釘を刺したのだと思われますが、ウクライナ大統領府長官顧問のミハイロ・ポドリアク氏がロシア連邦がザポリージャ原子力発電所を爆破する可能性があると、ウクライナ軍の反転攻勢で追い詰められたロシア軍が、原発でテロを起こす可能性を指摘しています。事前に可能性をつぶやくことで、相手の行動を制限しようという手だと思います。ザポリージャ原発で重大事故があると、占領された土地を奪還しても、大きな負の遺産が、ウクライナに残ることになります。ウクライナはそれを防ぎたいのだと思いますし、ロシアはやりかねないと思っているのでしょう。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。
次回もお楽しみに。